県は新型コロナウイルスの感染者が新たに17人確認されたと発表しました。金沢市片町地区にある接待を伴う2つの飲食店でクラスターが発生したことも明らかになりました。県は今日午前10時までに新型コロナウイルスの検査を105件行い、新たに男女17人の感染が確認されたと発表しました。 金沢市片町地区にある接待を伴う2つの飲食店で新たにクラスターが発生していたことが明らかになりました2つの店で確認された感染者は合わせて11人でいずれも店の従業員だということです 県によりますと、この2つの飲食店では手や指の消毒や換気など基本的な感染対策を実施していましたが、バックヤードでは従業員同士がマスクを外して会話や喫煙をする場面があったということです。飲食店のご利用というのは非常に危険というようなお話もしてまいりました。マスクを外す場面というのがどうしても出るということで、ご利用いただいているお客様 には、えー、におおえの願いも含めてですね、事業者の方々にはですね、そうしたところに十分ご配慮いただきたいというふうに改めてお願いいいしたいと思います。なお、今日発表された感染者17人のうち感染者と接触があったのが9人で感染経路が分かっていないのが7人となっています。